ってんのかな、こうロメさん強すぎるよ、シャボすぎて弱点耳みたいな時は知ってたか、そうそう、知ってんのかな、こう寝たい柔道テコンドムエタイ柔道テコンドいかつぼにハマったムエタイ柔道テコンドちょっと待って、ちょっとタイムタイムちょっとごめんなさい、ちょっと涙出てきたムエタイ柔道テコンドってなんだよいかつぼにハマりすぎる、はあ、落ち着け落ち着け、上田い、あ、柔道テコンドー来たー、クロスさんがやった、クロスさんがやりましたよ、 MJT クロスさん MJT ハクロスさんが MJT しちゃったここでやるのかよMJT 来たまさか、ちょ来たー、やべえ MJT 来た、 MJT まさかのクロスの MJT 来た、クロスさん MJT 出た、クロスさんちょいの MJT、 これがまさかの MJT MJT あれ、まさかロンさん、ここに来たロンさん、ここでロンさん来たら神なのにな、ロンさんか、あれ誰こいつだ、この元気は、あ、え、誰こいつらちょっと待って、ちょ誰こいつらは、ね、しんのすけ迷いけど全然見たけど、お前が迷ってたんだろないんだろ、どうせどうせ殺してないんだろ、どうせやってないんだろ、やったか、本当にバカな、お前どうして外した、死ねラゴー、ラゴウオノレラゴー、取ったぞ、やった取ったぞ、来た、できねえよ、お前みたいに頑張ってたやつを蹴落とすなんて、もうダメだ、殺せよお前、ね、は？は？か、ほどなくして10匹の黒獅子は翼を生やし、黒獅子の翼へと変わる、そしてその一匹、その一匹こそ天を赤に染め、すべてを怪人と化する破滅の使徒、無限の翼を携えて彼は天に行く、ポータブル戦力がただ見せるじゃないことがわかる、正式名称を考えたらポータブルミキシングサイクロンインフィニティルーイン極小系水合わさり螺旋渦巻く永遠永久という滅びブリーズのルビー付きでよく出るようになったね、何これ、こんなのなんの、知るかよは
国史とか言ってか、読んじゃないのかな、読んかな、読んで、場は騒然とし、大混乱に陥った。しかしそれは私たちに幸いでした。彼らは私たちを乗客に捕らえることができなかったのだ。私たちはその混乱に身を隠し、目的の船へ目指した。そして船内に潜り込んだ。まもなく黒字式は全機ともに、一斉に発進した。もう後戻りはできない。もしこの船に爆弾がなければ全てが終わる。さっきは混乱に乗じて無駄な戦いを目の前で私たち、だが今度は違う。船内にまで入り込んだフェンジの強襲部隊として、私たちは全ての船員を敵に回す。迎え入る彼らは力ずくで溶かし、私たちハウベの探知圏内にあるポイントを探した。そして少し後、そのポイントを見つけ出したんだが、本当に爆弾が仕掛けられているのか。ええ、おそらく。これは、見つかったの？違うのかよ、これって。空振りだ。この船に爆弾はない。大変だ、別の船で自立型の妙な爆弾が見つかったらしい。撤退するな、今ならまだ。ダメだ。前期の航行システムが持っ取られちまった。逃げられないんだよ。そんな。機体を選択、おお、ヒント来た。機体を選択する際に焦らず少し時間を置いてみてください。誰かが何か重要なヒントを思いつくかもしれません。はぁ、さっき前段に吸い、体縛ってまた広げて、男友達より変わる変わる、あんたとあそこに二分を突っ込んでやるんだよ。で、写真を撮ってばらまく。ちょっぴり頭の弱いドリスちゃんはザーメンをつけてる。本当に出たじゃねえか、この野郎。過去を自戒させるってどういうことだ。過去を自戒させるってどういうことか。何何何、全然意味が分からん。リリース前、やばい、爆発だ。リリース前、え、ちょ待って、どうすりゃいいんだ。過去を自戒で自分で爆発さ、ほっとったんやのかな。え、全然分からん。なんだこれ。日本語で言ってくれよ。日本語で言ってくれないと困る。どうすりゃいいんだろう。歯を作るべきなのか、それとも言葉の通りに自爆させればいい。じゃあ待っとけばいいのかな。じゃあバイドファイナリティ、あ、これでいいのか。勝った。いや、いや、いや、はい、あー、死んだ。ちょ、え、ちょっと待ってよ。なんだよこれ。クソゲ主、人の話をよく聞くぜ。不意無の状態で相手に行動させると究極魔法を打ってくるんだけど、その反動を敵が死ぬから死んでないよ。めちゃくちゃ打ってきた。あー、ひどい。どうすりゃいいんだこれ。のど飴丸飲みしちまった。あー、レイサクリファイするな。イチローが本気出した。いやーいやーいやー
なんじゃこりゃ。ヒームゼロシーンと。まるで話にならない。コロニーレーザーで瞬殺された。なんじゃこりゃ。またのなかったらしい話聞かなきゃいけないよ。ちょ待て、俺どこでセーブした。ここもしかしてこの